1898フィリップ・シャルル・ガブリエル・パレスは、フランスの指揮者、作曲家。ガブリエル・パレという表記も多く見受けられるが、赤松文治によると本国においては、パレスと読まれているということである。パリに生まれ、ギャルド・レ・ピブリケーヌ吹奏楽団のクラリネット奏者だった父の影響を受けて、音楽の勉強を始め、パリ音楽院でコルネットと作曲を学び、 テオドール・ディボアとレオドリーブに指示した。卒業後各地の軍学隊での経験を経て、1893年にギャルド・レッピブリケーヌ吹奏楽団の第四大学長に就任、1910年に病気で退任するまで、技術の向上を図りレパートリーの拡張と編成の充実に努めた。1904年にはセントルイス万博への出演を含むアメリカへの 演奏旅行を行い、大成功を収めた。ギャールドのために、数多くの作曲やクラシックからの吹奏楽編曲を手掛け、特に1907年に出版された、ベルリオーズの幻想公共曲吹奏楽全曲版は、現在も吹奏楽のレパートリーとして、各地で演奏、録音されている。また、1898年に表した吹奏楽編曲法は、 フランスの吹奏楽における古典的な名著とされており、各楽器のための音階やアルペジオの練習をまとめた教則本もよく知られている。録音にも積極的に取り組み、1900年から老漢に、1906年からはグラム本式の円盤レコードに大量の録音を残した。軍楽隊への多大な貢献により1904年にレジオンドヌール勲章を授与された。 アメリカに渡り、フィラデルフィア管弦楽団の編曲スタッフになった、ルシアン・カエリエも吹奏楽編曲をパレスに支持しており、彼もまた名編曲家としての地位を確立している。ありがとうございます。